はい、どうも皆さんこんにちは、ヤバザルです。はい、というわけで今回は DD6 って言い方ってのか分かんないですけどこいつのレジェンドのこれ衛星砲なんですけど、これちょっと説明書きがないんですよね。説明欄の説明書きがないので、ちょっとね、どういうやつなのか分かんないんですけど、はい、まあ調べたところによると、なんか 1000% の範囲攻撃を追加、かっこ雷のような感じって書いてあるので、まあやっていきます。チャプター73で、ちょっと、まあどんな感じなのか、おっと、そんな感じ？マウス、はいはいはい。え？何それ？どういうこと？え？ほう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 、はい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 、強い。まあ、火力が一番高いらしいんで、まあ、使いよりはすると思う。うっと、使いはするっぽいんですけど、なんだ、なんか今変な雷攻撃みたいなしちゃった。おお、なんだそれ。キングはね、あんまり何もせずに やりたいんですけど、ボス戦どんな感じなんでしょうかね。ちょっとボス戦がすごく気になる。アイボルブして、うわ、何これ、強そう。え、どうなってんのこれ、何これ、敵を感知してんのか分かんねえな。 Wi-Fi 飛ばしてんな。 Wi-Fi 飛ばしながら何してんだこいつ。何秒だこれ、何秒前に爆発する。あ、ドン、1、2、3、4、5。あ、5秒に1回ぐらい爆発してんのか。じゃあ、あ、じゃあ強くね。5秒に1回爆発してんだったら強くないですか。うわー、すげえ。うわ、古代兵器だ。ワンピースの古代兵器だ。すげえ。イブ様だ、イブ様。はい、刀。いや、刀がねー、強いんだ、マジで。ノーマル装備だったら僕はもう、あれですね、完全に区内か刀ですね、僕は。野球バットね、なんか強いって言ってくれてる人もいるんですけど、やっぱね、別に野球バットも強いと思うんですけど、あのね、あの回復とあの攻撃を同時にできるっていうのはね、すごい、あの強みだなと思って。いや、刀やっぱ強いと思います、僕は。で、なんか、キング、まあ、主人ですね。主人のレベルアップとともになんか 250% 範囲広がるみたいな。さあ、お前どうなる？強いか？あ、まあ、やってくれてはいるか。ちょっと待ってみよう。あー、まあ、やってはくれてるね。あー、まあでも、まあ強いっちゃ強いか。強いっちゃ強いですね、確かに。あー、やってくれてる、やってくれてる。あ、結構やってくれてるわ。あ、強い強い。あ、やっとやってるよ。結構強い、結構強い。おー、倒した。ああ、強いね。確かにボス火力で言ったら、確かに一番強いかもしれないわ。ボス火力で言ったらね。待って、でもね、ハチ公には勝てないと思うんだよな、ハチ公には。さすがに。勝てるかな、ハチ公に。ハチ公はね、まあ、そう、強いじゃなくて、有能だからね。こいつはもう単純に火力に、振っちゃってるんで、多分、死んじゃったらもう使い物になんないから、あの、ワンちゃん、ハチ公はね、死なないから、基本。ボス戦で、まあ、あの近づきすぎたら死んじゃうけど、雑魚戦は基本死なないからね。まあ、最新のせいだったらちょっと死んじゃったりするけど、まあ、それでもやっぱね、ハチ公のね、その生存力はとっても強いから、30% 肩代わりしてくれてるんで、やっぱ総合で言ったらやっぱりワンちゃんの方が強いような気がするんですよね、さすがに。まあでも強いね。いや、俺ロボットね、そんな強くないと思ったんですけど、あ、こうやって見たら確かに強いですね。なんか、なんて書いてたっけな、大器晩成型って言ったらいいかな。大器晩成型っぽいんで、まああれですよね、金魚みたいな感じだよね、金魚みたいな感じ。金魚がレジェンドになると、なんか時間止めるね、あの必殺技をやってくれるんですけど、まあ、そんな感じですよ。レジェンドになったら強くなるよみたいな、猛者の鎧みたいな感じですよね。レジェンドになったらめっちゃ強くなるよっていう。レジェンドになるまではそんな使われないけど、
レジェンドになった瞬間にこう一気に変わるパターンのペットなんじゃないかなっていうふうに思いますね。この感じだったら。いやでもペットだけでボスいけんじゃねって思ったけどね。この感じ。この73だったら。まあ別に特にそのエリート優先とかボス優先とかではなさそうですね。おっと、はい。完全ランダムね。なかなか耐久値あるね。言うてまだ死んでないから一回も。まあまあ、73だからなんとも言えないけど。オッケー!さあお前か。はい、スニーカー取って、ドローン、サッカーボール、ディフェンサー、ドローン、ドローン、あーこれ死んじゃうな、これ死んじゃうな。あー死んじゃったー、こうなると、待って。いや、でも強いな。お前今死んでる状態で発動してなかった？気のせい？さすがに気のせいか。今死んでる状態でもなんか出てた気がしたんだけど。たまたま死ぬ直前で出たのかな？衛星砲が。あ、そっか。衛星砲か。衛星から撃ち出してるのか、これ。ああ、これはちょっとペット最強ランキング多少なり変わってくる気がしますね。まあ、全部のペットをね、レジェンドにしてないから、まあ、作りようがないんだけどね、正直ね。ペット最強ランキング。まあでも、やっぱレジェンドで一気に返り咲くパターンもあるから、いやでもね、俺はね、ワシ、タカハトとカメと猫は正直弱いと思ってるんで、あそこら辺は弱いでしょ、確実に。レジェンドになってようが、なってなかろうが。僕の中では1位犬、2位金魚、あーでも、カエルはちょっと、まあカエルねー、ケロカエルねー、まあちょっとね、ワンちゃんとちょっと似てるものがあるから、なんとも言えないですけど、OK。1位犬、2位金魚、3位カエルかな、今僕の、この今の現状だったら。まあ、ゲイリーなしで考えたら、どうなんでしょうかね、バブルカニ強いのかな、あんまり強さわかんないんだな、バブルカニ。バブルカニで、このロボットかなって感じですね。さあ、ボス戦、ラスボス、さあ来い。ああ、そっか、お前か。お前だったか。まあ、逃げつつ。はい、レーザー発信機取って、はい、磁石取って、はい、恒星の爆薬取って。うん、強いわ。ちょっと衛星砲がちょっとランダムか、これ。敵狙ってんのかな、ちゃんと。狙ってるように見えないんだけど。あ、倒しちゃった。あー、オッケー。まあ、狙ってるわね、さすがにね。オッケー。まあまあ、意外と強かったですね、ペット。うん。衛星砲。とっても強かったですね。まあ、他のやつも、ペットが継承する攻撃が 15% 上昇したりね。まあ、ペットに強いですね。ペットの、あ、そっか。ペットの被ダメージ 40% 軽減があったからか。なるほどね。高級硬い皮膚ね。ちょっと初めて使ってみたんですけど、そこそこ強かったですね。はい。いや、意外とありな気がしましたね。なんか、ボス戦で、なんか、雑魚戦は余裕なんだけど、なんか、ボス戦で火力足んねえって人は、もしかしたら使ったら勝てるようになるかもしんないね。もしかしたらね。はい。わかんないけどね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。